ではですね、レイトン教授と奇跡の仮面続きをやっていこうと思います。ではですね、何やらしばらく署長に呼ばれた感じなので、お、まずコインを探しましょうか。じゃあコインを探したはずだったんですけどグロースキーさんに話しかけてしまいました。奇跡の紳士は一体どんな手を使ってストローブリッツパークの奇跡を起こしたというんだ。いやでもそれはね、もう判明しましたよ。奥にね、もう一個遊園地ができてましたよ。どうやら今回も被害は出ていないようですが、次の奇跡の予告を実行するつもりなら気は抜けませんね。この街のどこにいても見ることができるって一体どういうことなんでしょう。街中を巻き込むという意味なら彼をその前に止めなければなりませんね。いやそうだね、今回こそ本当に被害出そうですもんね。その通りだ。何としても俺が奇跡の紳士を捕まえてやる。いい運動になりそうだぜ。また空回りしなきゃいいんですけどね。まあでも最後の最後ぐらいは役に立ってくれるでしょ。グロスキーさん。グロスキーさんとそのお付きのハンナさん。で、何でしょうか？思い越しを上げたんですかね、やっと。昨晩、ストローブリッツパークに奇跡の紳士が現れたそうだな。レドール氏から相談を受けたぞ。いや、あなた方警察にも頑張ってもらわなきゃいけないわけですよ、これから。そうです、しばらく署長。まだ奇跡の紳士事件は解決していません。昨日は遊園地にいた人たちが消えてしまったんです。真犯人を捕まえなければ同じような奇跡が繰り返されるでしょう。そうだね。あれはただのパフォーマンスだったけど、今回はわかりませんよ。マジでやらかしますよ、あいつは。テロ。ふん、いまいましいが、どうやら本当のことらしい。ダルストンの無実が証明されたわけではないが、さらに捜査の手を伸ばす必要はありそうだな。捜査に何か進展はあったのですか？今はブルーマイル捜査官が馬車競技場で捜査をしているところだ。何かに気づいたと言っていたが、ブルーマイルさんが？いや、そもそもブルーマイルさんはちょっと疑ってますけどね、私としては。今ならまだ、競技場にいるかもしれんぞ。追いかけてみたらどうだ。わかりました。私たちも馬車競技場へ行ってみることにします。ではじゃあ馬車競技場に行ってみましょうか。あ、もう夜か。すっかり暗くなりましたね。奇跡の紳士は今夜どこで奇跡を起こすつもりなんでしょう。あ、もう、そうか。もう時間なくないか。早くしないと。あ、びっくりした。もうなんか地震が起きて奇跡起こされたかと思ったよ。グロスキーさんかよ。レイトン、奇跡の紳士が友を待つ宿に現れたというのは本当か。え？なんだその情報。友を待つ宿。ヌー、ブルーマイルから聞いていないのか。奇跡の紳士はこの街全体を見下ろせる一番最初のホテルに潜伏しているらしい。奴が次の奇跡を起こすとしたらそこからだ。それは本当に信じていい情報なんだろうか。私たちはこれからブルーマイル捜査官へ話を聞きに行くところです。そうか、俺はこのまま奇跡の紳士を探しに行く。じゃあ友を待つ宿に行ってもらえますか。アバイオ。じゃあハンナさんもいなくなってるかな。友を待つ宿か。あ、いるじゃん。今グロスキーさん、友を待つ宿に向かいましたよ。行かなくていいんですか。グロスキー警部のファンクラブはいつでも会員募集中よ。もうそんな話はどうだっていいんだ。あ、いましたいました、話してる。これはこれはレイトン教授、馬車を持ち出した人物が分かりましたよ。これもしかしてさ、ヘンリーさんを疑わせる流れになるんじゃない？まあ、ヘンリーさんが奇跡の紳士サイドの人間って考えたら、全部のね、その手の込んだ仕掛けも納得できちゃうし、そういう流れにするんじゃねえだろうかな。では奇跡の紳士の正体が？残念ながらそこまでは。ただ犯人は馬車の点検に来ている業者の誰かに紛れ込んだのではないかと思います。彼はどうやら変装が得意なようですしね。変装が得意？まさか。メンテナンスの間に馬車に細工を仕掛け、レドール氏の許可をもらった紳士と協力者は、
壊れた馬車を分解して持ち出したのです。それはもうすでにレイトンさんが推理しましたが、そしてパレードで使用した後にこの倉庫へ組み立てて戻しておいた。奇跡の紳士の目的は何だとお考えですか？彼は覇者の仮面を欲している。あ、もう同感です。古代史に記されていることが事実なら、あの仮面も何らかの力を持っているはずです。奇跡の仮面と覇者の仮面は一対で何らかの役割を果たすもの、そう、何かの仕掛けを解くものなんでしょうね。だからこそ奇跡の紳士は覇者の仮面を欲してる。おそらくそれを使ってさらなる悪事を企んでいるのでしょう。でもどこにあるんでしょうね、そもそも覇者の仮面って。ヘンリーさんは別になんかそんなものなかったよっていう風に言ってますけど、ブルーマイル捜査官は奇跡の紳士が友を待つ宿にいると考えているのですか？いえ、その通りです。友を待つ宿はこの町の中心部にある。彼が潜伏するにはおあつらい向きでしょう。馬車競技場のモンテレール乗り場から友を待つ宿行きの、電車が出ています。私はこれから別口の調査を始めるため、あなた方に捜査をお願いしたいのですが、頼めますか、レイトン教授。あなたを信じていいんだろうか。任せてください。友を待つ宿の調査は私たちが行います。それは助かりました。では私は急ぎますので、これで。さすが上級捜査官というだけあって、あんなことまで突き止めていたんですね。でも別口の調査って一体何なんでしょう。上級捜査官というだけあって他にも事件を抱えているのかもしれないわね。いや、これレイトンさんもちょっと怪しんでるでしょう。なんか今んとこはっきり分かってないのはさ、ブルーマイルさんぐらいなんですよね。しかもあの人さ、あの人も考古学に興味があるって話じゃないですか。おばあさん言ってたけどさ、どうしたんですか先生。石化や空中浮遊、ストローブリッツパークで紳士が見せた奇跡、その状況や手口から私はずっとヘンリーを疑っていた。そうですね、ヘンリーさんぐらいのこの町の権力者じゃないとそんなことできないですからね。だがそれは奇跡の紳士の思惑通りだったようだ。紳士はトリックさえも巧妙に使い、ヘンリーが疑われるように仕向け、その地位を奪おうとしていたんだ。制御塔で会った時にもなんか言ってましたけど、奇跡の紳士はヘンリーさんをまあ恨んでる感じでしたよね。なんかそこから察するに、まあやっぱりランドさんの関係者なんだろうなと。そして彼は私がヘンリーの罪を暴くことでそれを果たそうとした。つまり犯人はヘンリーさんに深い恨みを抱いている人物ってことですね。なんかちょっとシャロワさんも怪しく見えてきたな。もともとヘンリーさんね、レイトンさんをここに呼んだのはシャロワさんだし、だからこそ、でもヘンリーさんをめちゃめちゃ憎んでるっていう、でもおかしな話だけどね。でもダルストンは犯人じゃなかったし、他にもそういう人がいるってことでしょうか。それはまだわからない。まずは友を待つ宿へ行ってみよう。おかしな話になってきましたが、やはり謎を持っていたか。いやはや、まさかうちの馬車が知らないうちに持ち出されていたとは。しかし手口が巧妙すぎて、とても素人とは思えませんな。犯人はかなりこういったことに手慣れている印象を受けます。変装までしちゃうんだよね。変装をするってなってくると、まあ、変装っつったらやっぱ悪者なんで、まあ、デスコールとかね、そういうやつらの影を感じますけども、今回の使われたトリックには財力と時間と人手が必要ですし、犯人はこの街を熟知しているような印象を受けます。この街を熟知しているか。なるほど、早く警察が犯人を捕まえてくれるといいのですがね。シャロワさんかな。奇跡の紳士が現れるまでは組合を招待して馬車競技を楽しんでいただいていたものです。そう、例えばこんな感じに。
馬車競技が開催された。そこには衣料品店、酒店、家具店の3組合が、はい、もしかして分かったかもしれないんですけども、もうすでに、衣料品、酒、家具だよね。はいはいはい、あれがそれを模してるんじゃないでしょうかね。一目見ればどの組合か分かるように座席を配置したと言っている。さて、黄色い座席にはどの組合の人たちが座る予定か分かるかな。ですね、 A じゃないでしょうか。ちょっと待ってください。この謎、私が解いてみて。早すぎたかな。あのね、実にいい謎だ。なんで分かったかっていうと、全部その、まあ、医療品だったら医療品のマーク、家具店だったら家具店のマーク、お酒だったらお酒のマークを模した配置になってたんで。そうですね、パッて見た瞬間にもうそれしか目いかなかったですね。赤い座席が椅子の形で家具店、青い座席が瓶の形で酒店、黄色い座席が T シャツの形で衣料品店を表していたんだね。気づけばすぐわかるね。気づけばそうだね、わかればもう一瞬で解けるし、わかんなかったらもうかなり時間かかっちゃう謎でしたね。この街にいる誰かが奇跡の紳士なのかわからない以上は、誰かを招いて観戦というのも難しいでしょう。わざわざ奇跡の舞台を用意するようなものですからね。ええ、全くです。では、じゃあ初めて行くけども、行きましょうかね。友松宿。うわぁ、これがモンテドール最大のホテル、友松宿ですか。奇跡の紳士は本当にこのホテルの客の中にいるのでしょうか。私の勘が正しければね。お、アルダスがいる。アルダスがいるな。無視したいところだな。なんか随分と高い。なるほどね、この街全体を見下ろせる、だからこそここにいるんじゃないかと。ホテルとは思えないすごい存在感ですね。絶妙なバランス感覚で成り立っている建物で、遊び心にあふれたデザイン。あ、コイン、やっぱりここが一番気になりますね。この丸いところって何の部屋なんでしょう。そうだね、展望室か。いろいろ気になる場所はいっぱいあるんだけどね。偽りの真実。はあはあ、じゃあまあアルダスさんに話しかけるか。あなた一体こんなところで何を。これはこれはジェントルマン、ここに来ると分かっていましたよと、先読みしていましたよと。ふふふ、待ちわびましたよこの時を。何せここは友を待つ宿ですからね。何でもこのホテルで待ち続ければ友と必ず再会できるというジンクスがまことしやかに流れているとのことです。あれ、友達でしたっけ、私たちと。アルダスさん、もしかしたらこのジンクス本当に本当なのかもしれませんね。何せ我々が会えたんですからと。ええ、そうだといいですね。時にジェントルマン、ここにたどり着くまでに何問の謎を解いてきているのかチェックタイムです。あ、もしかしてあなたが審査員ですか、今回の。どれどれ。お、なんとグレートな。さすが我が友ジェントルマン、75問以上の謎を解いてきたのですね。あ、もう全然それは超えてますよ。やはりあなたは私の期待を裏切らない。それだけの謎を解く実力があれば何の心配もいらないはずです。さあ、友を待つ宿へ入りなさい。私はここからあなたを見守っています。言うまでもなく友ですから。友達だったかな。まあじゃあ行きましょうか。お、あなたは久々ですね。あの人、ヘンリーさんお付きの人、名前なんだっけ、忘れちゃった。へえ、ここが友を待つ宿ですか。僕たちが泊まったホテルよりもずっと広いですね。一コブホテルより。なんだか正統派のホテルって感じです。どうやらヘンリーはこのホテルに特別の思い入れがあるようだ。友を待つ宿。いや、これ絶対ランドさんのことだよね。あのヘンリーのやることだ、その名が示す通りにね。
とも、もしかしてこの宿は。そう、ランドを待つために建てられた始まりのホテル、それがここなんだ。そっからどんどん発展していって、でもランダさんはもう、どうなんでしょうね。ここまでランドの話が事情になってくるってことは、奇跡の紳士はまあそうなんじゃねえかと思うんですけどね。なんか奥で奥でなんかやってんの気になるわ。あれ何やってんのあれあ、荷物運んでんのか。あ、そう、ヌーデンだ。ようこそいらっしゃいました。この町最大のホテル、友を待つ宿へ。あ、あなたは。私はこのホテルの、あ、支配人やってんだ。ヌーデンです。あなた方がいらっしゃるのをお待ちしておりました。ヘンリー様からお聞きした話によりますと、このホテルに奇跡の紳士が潜伏しているとかなんとか。まだ彼の正体は分かりませんが、宿について調べさせていただけますか。ええ、もちろんです。次の奇跡が起こる前に探したし、捕まえていただきたいところです。いや、でも奇跡の紳士もさ、ここがもしね、潜伏場所なんであれば、そういう風に突き止められることも想定済みなはずだから、まあいなくなってんじゃねえのかな。しかしそれには条件がございます。シャロワ様が招いた人物とはいえ、私はまだ納得いたしかねております。あ、なるほど、試させてくださいと。あなた様は今回の事件のことでヘンリー様を疑っていたと伺っております。ヘンリー様の片腕たる私といたしましては、信頼できると確信できない限りは助力するわけには参りません。この謎をお解きになられたら、あなた様を信じることにいたします。なるほど、解きましょう。2134号室。ホテルの2134号室は部屋番号の文字が全部消えてしまっている。そこで四角いプレートを貼り付けて部屋番号を表すことにした。213は上画面のようにそれぞれの吹き出しの中にあるプレートを使えば表せるらしいのだが、え？表せてますか？では4の番号を表すには A から D のどれを使えばいいだろう。え、あれで2と1と3表してるってこと？どういうことだ？わからん。だって2と、え？やばい、これを解かないとヌーデンさんに信用してもらえない。だって2と3ってさ、2と1と3は上画面のように、それぞれの吹き出しの中にあるプレートを使えば、表せるらしい。あー、まあ、いや、でも分からねえな、これな。普通に表せよ。なんだ、その、ややこしい表し方するんだよ。いや、これヒント見よう。これはちょっと分かんないわ。素直に分かんない。213のいずれも茶色のプレート2枚を貼り付けるだけでいいようだ。2と3は同じようにしか見えないし、そもそもどう見ても数字には見えないのだが。そうだよね。いや、そうだよ。同じにしか見えないわ。1に貼り付けるプレートのみ、下地のプレートと同じくらいの幅があることに気がついたかな？ん？はい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 。とりあえずそのまま貼り付けたらどう見えるだろう。漢字の1、いやいや、プレートを回して貼り付けてもいいんだよ。まさに1だね。はあ、なるほど。回してもいいんだ。まあ、確かにそうなってくると、表せそうではあるんですけど、あ、表せそうではありますね。まあ、要するに、まあ、こう四角があって、
あの一番左の2に関しては、まあちょっと分かりにくいかもしれないけど、まあ、これで2が表せるじゃないですか、プレート2枚使って。でその隣の1は、でっかいプレート2枚あるからこれで1で、3はまあこれで3が表せてると、空白部分がね、ここ2、3、1とってなってくると、4って消去法でいこうかな。これ違う、これ違う、 A か D なんだけどさ、まあ、A がこれはっきり分かれてたら別なんですけど、くっついちゃってるじゃん。ってなったら、多分使えないからさ、まあ、D しかないんじゃないですかね。この謎、私が解いてみせるよ。これが謎解きの醍醐味だよ。え、でもこれどういう感じで重なるのかな。はあ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど。なんかいびつな形してんね。いびつな形してんね。わからねえな、あれはな。まあでも、消去法でいけますね、これね。他がまあ、ありえないから。お見事です、レイトン様。さすがは、ヘンリー様のお知り合いですね。私、調査のお手伝いをさせていただきます。当ホテルはモンテドール最大級。もちろん部屋の数も最大級ですから、移動の際は私がご案内いたします。それは心強いですね。それなかなか時間かかりそうですね、操作も。友を待つ宿の中では、下画面に各部屋の案内パネルをご用意させていただいております。案内パネルから移動したい先の部屋をタッチして指定していただければ、そちらまで私がお連れいたします。友を待つ宿の外へお出かけの場合は、案内パネルの右上に表示されているドアアイコンをタッチしてください。あ、でも完全に結構別物の感じになるんですね。親切丁寧、まるで親友がこのホテルのモットーでございますので、まるで親友。私も最大級のサポートをさせていただきます。親友って、まあ丁寧じゃないですけどね、ある意味ね。この巨大なホテルの隅から隅まで全てしっかり頭の中に入っておりますから、何でも聞いていただいて構いませんよ。ヌーデンさん、このホテルにレドール夫妻が出入りしている部屋があるはずです。そこへ案内していただけますか？あ、もうそこ調べればいいじゃん。ヘンリー様とシャロワ様が、それでしたら心当たりがございます。まあ、やっぱシャロワ疑わしいからな。何かあると思うんですよ。まあ、一番気になったのは、あのランドがくれた、まあその、残してたね、大切な、あの、ペンダントっていうかさ、あれを、なくしたって言ってるのが意味わかんないわけですよ。ちょうど私もレイドン様にその部屋を見ていただきたいと考えていたところでございます。私に見てほしい部屋？はい、こちらでございます。なんでヌーデンさんは、え、どこ、あ、ここか。なんでヌーデンさんは私にね、レイドンさんに見てほしいって思ったんでしょうね。この部屋は、ここはヘンリー様がご使用されている研究室を兼ねた書斎でございます。なんだかレドール邸で見た書斎よりも随分と物が散らかっていますね。お忙しい方ですから、屋敷にお帰りにならないときはいつもこちらにいらっしゃいますよ。モンテドール発展のための研究を続ける他に、ここでは町の管理所などを管理されています。なぜそんな重要な場所を私たちに。そうですよね、いいんですか、案内しちゃって。レイドン様に知っていただきたい真実があるからでございます。この部屋にはこの町が発展するとともに積み上げられたヘンリー様の思いが詰まっております。
おそらくレイトン様が抱いている疑いもこれで晴れることでしょう。ていうかさ、なんだかんだでさ、まあヘンリーさんの、まあ、関わってるオーナーさんとか、まあヘンリーさんがオーナーか、ヘンリーさんが関わってる建物、まあ、ホテルとかカジノとか馬車競技場とか全部さ、ヘンリーさん慕ってるよね。まあ、それだけやっぱり信頼に足る人物ってことだ。ヘンリーさんは、この壁はランドの部屋と同じものだ、それにこちらのおもちゃは見たことがある、やはりヘンリーは、あ、ヘンリーさんはずっと調べてたのか。レイトン様、この部屋の奥にヘンリー様がご使用された本や資料などを保管している資料庫がございます。今でもランドさんを探してるってことか。せっかくですので、そちらもご覧になってみますか。私が隅々までご案内いたしますよ。ええ、そうですね。レミ・ルーク、私は支配人さんと一緒に奥の資料庫を調べてくるから、君たちはこの部屋を調べておいてくれ。任せてください、教授。奇跡の紳士につながるヒントを探してみます。ではヌーデンさん、案内よろしくお願いします。かしこまりました。あ、ここからは分かれて行動すると。さあルーク、教授が戻ってくるまでに部屋の調査を済ませちゃいましょう。そうですね、怪しいところは徹底的に調査してみましょう。なるほど。あ、そうだね、これランドの部屋にあったやつだもんね。